サイゲームス馬娘プリティダービー、どうもノッチンTVです。馬娘動画やっていきたいと思います。一日の始まりはポジティブなおまじないから、大吉超吉コンコン吉、大吉超吉コンコン吉ということでやっていきたいと思います。ということなんですけども、こちらご覧ください。ウマ娘会新年早々すごいことが起きてます。これやばくない？見えてるけど、こちら UG ランクウマ娘が新年早々、出ております。これすごいよね。ちょっと見ていきたいと思います。で今回ですね、新年、何日だ今日、1月3日3日なんですけども、1月3日に UG ランク到達馬娘が、2人育成ついに出ております。でこちらですね、一応まず、紹介いたしますと、テコさんというね方、ツイッター ID こちらとなっております。引用元ねこちらになってます。で S 島さん、YouTube もやられてる S 島さんですが、こちらツイッター ID となっております。このお二方がですね、今回 UG ランクをついに育成されました。そしてですね、今回ですね、S 島さんの方が先に作っていて、テコさんのが2人目という風になっていると思います。でこれちょっと見ていくと、もう評価点がね19864、もう2万届きそうみたいな時代に突入している。でキャラちょっと見えてるけどね、オペラ王です。今回ちょっとそれも軽く解説いたします。で UG ランクってここにあるんですけども、次のランクも見えてます。これね19864 UG1 次のランク UG1 となっております。 UG1、 そしてまあねこれ UG2 とかね続いていくのかなっていう感じで、もうなんか未知の領域にも到達しております。もうなんか色もすげえしな、このな青く光ってます。はい、そして次のスライド見ていくとこちらです。こちらの19864のテコさんのオペラ王デッキはこのようになっております。ファインネイチャー、福来たる、あとダーリアスカーレット北さん代理となってます。であと16戦とかで、まあ、ステータスがもうスピードパワー賢さカンスト根性500スタミナ725というふうになってます。で後からもね S 島さんのやつもねちょっと見させていただくんですけど、まずこちらね、なってます。であと16戦16勝とかです。これちょっと見えてないかもしれないんですけど、まあ、下でちょっと切れてる感じです。でスキルはこのようになっていて、ちょっとこれを下まで見ると、まあここにね、バーが見える通りスキルも結構多いです。こんな感じになっていて、まあ、金スキルプロフェッサー上がってきた千里眼とかね、まあ、査定を上げるために千里眼も取るみたいな感じにもなっております。で、次がですね、こちらが S 島さんの、スクショの方です。こっちも、スピードが1200、そして、パワー1200、賢さ1200と3捨てがカンスト、そして、根性500、これもちょうど切りの良い数字で綺麗で、そしてスタミナが A817 とね、スタミナも800超えというね、ガチでやばいステータスになっております。でこっちはスキルはね、一応ねちょっとゲーム内で、ID があるのでそれも見ていきたいと思います。はい、でまずですね、こちら、S 島さんの、方ではこのね練習モードで見れる ID を公開されていましたので、こちら見ていきましょう。これ見るとね、これもこのゲーム内で見てもえぐいんだよなこのランクの光がやばいよねプラチナに光っとるやん UG ランク。はい、こちらとなっております。これちょっと見させていただくとこんな感じです。でスキルがこれ結構ねこうねスクロールできるんですけども、まあ、こんな感じになっていて、一応このね評価点が高くなるような評価点最大化シミュレーターみたいなのを使って、最大評価点の、スキルを取っております。なんでまあ一応ちゃんみとか対人戦においてはまあそこまで有効じゃないスキルとかもね、査定盛りの場合は取ることになっているので、こういうスキルになっております。でまあ、千里眼とかもね金で安かったりと、プロフェッサーもヒントレベル高く取れる、スピードスターも、まあ、爆発でヒントとかね先行で取っていくとかになっていて、あとはね高い順別腹タンクとかね、ヒントが高いものを取っていくとこんな感じになるということです。
なんで今回ね、あとね、私ここで思ったことなんですけども、ラッキーセブンのスキルですね、これも消化点盛りには、普通にスキルポイント安く取れるのでいいんかなと思ってます。だからそこも福来たるが優れているとこですし、あとはまあ福来たる自体の解説ちょっとだけあるんですけども、それとで、あとオペラ王自体もやっぱ評価点を盛るのに強い馬娘というね評価は今のところあると思います。であとはこのコーナーとかも評価点を考えるなら丸を止めるとかね、そういうところでヒントを拾えているというところも強いと思います。ちなみに S 島さんのこちらのオペラ王の方は、切れ物は引いてなかったんで、切れ物引いてたらもっとやばかったかなとかね、そういうところでも評価点変わってくるのかなと思います。いやマジでねやばいんですけど、こんな感じになってて、この因子は白いいね。で、因子の情報とかもね、一応文字とかでもまとめてあります。一応こう見ていくと、ここのゲーム内で見れるのは15戦15勝とかね、出てるレースはこんな感じですよとね、出てます。これも後から解説しますが、秋シニア3冠、天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念、このレースに出ることは評価点盛りに必須です。でこういう風になってます。一応ね出たレースはこんな感じっていう風に、ね、見れることができます。はい、ということで、文字でもまとめていきましょう。こちらです。まずテコさんの方が評価点が19864となっております。でサポートカードは、同じ2人とも同じですね、福来たる、北さん、ファイン、ネイチャ、タスカ、賢さがこの3枚で、スピード2、そして代理を入れているという感じです。こっちも同じですね、これちょっと順番が書いてる順番違うんですけども、あ違わないですね、同じですね、賢さ3、スピード2です。で代理で、こんな感じで、まずまとめているところでは、一応ねレースの数がテコさんの方はスクショからも読み取れる16戦16勝となってます。で、気になるところ多分因子かなと思っていて、テコさんの方は因子がパワー18、そして URA が12となってます。でここなんですけども、 URA の発動は1回ということで、ステータスが20アップということとなってました。なんでこれは URA のステータスっていうのはねちょっと上下するんですが、 URA 星の数とかによってもこのステアップのところのね、乱数というか一応変動がありまして、 URA は1回発動するごとに一応ステが10上がるか20上がるか30上がるかとかがあって、星が多いほどこれが30が選ばれたり20が選ばれたりが多いです。星1の URA だと10とかにもなったりするので、まあそこでね20はまあまあいいところ引けてるという感じになってます。はい、で次なんですけどもね、こっちが評価点19864で、 S 島さんの方が19778です。でこっちも見てきたんですけども、評価点が19778、そしてサポッカー同じなんですけども、因子がこのようになってます。因子がパワー15のスタさんなんで、やっぱりパワー因子を盛ることっていうのが大事です。で URA の数が13で、 URL 発動が、2回ですね。ここちょっと、文字が一応このテキスト上が違います。2個分が発動してました。で、2個で20-20が上がってステータス40アップというのが一応ね継承の時のデータでございます。ステレースが15戦15勝となっております。はい、そんな感じでね、まあ、ここら辺は結構ね、因子なんですか、サポカなんですかっていうのが多分ね質問が多いところなんで、まとめてまいりました。はい、で最後にですねコツと理論まとめていきたいんですけども、今回やっぱりね、まあ福来たるの強さとオペラ王のそのねステータスの盛りにおいてですが、ステータス盛りの福来たる、ステータス盛りのオペラ王というところがね際立っていると思います。で、一般的な理論としてはやっぱりねスピカシコサ育成でパワー因子を積むということです。これに関しては今回の短距離のねチャンミでも応用できるというかね言っていることで、まあ一応短距離のチャンミのそのね育成の解説でもね目標ステータスの動画で、言っています。それについては一応概要欄に私のチャンネルでも上げているんですけども、そのスピード賢さ育成っていうのが今のメタです。で、そこにパワー因子を積むことで、補っていくというところで、短距離チャンミでもこういうデッキは使えるので参考にできるところかもしれません。
で、あとはまあ育成面、実際の育成面ね、こういうデッキでやっていると賢さ3人タッグ、これがめちゃくちゃ強いです。これは回復もしながら、まあ、評価点も上げれる、賢さの値を上げれるというところなんで、やっぱりこの青春環境っていうのはこの賢さカードや友人カード、そこら辺がかなり強く、まあ人権ということはまあ分かりませんけども、そういうところでなってると思います。で、あとは今回オペラ王というね、新ガチャの馬娘使っています。このオペラ王には秋シニア3冠のイベントがあります。さっきのレースのところで言っていたのはこれです。で、これで一応ね、全捨てというか、まあ全捨てかな、ステータスが上がっていくので、そこのステアップがオペラ王やっぱり強いです。これはオペラ王のキャラガチャのところのね、動画でも解説しましたが、秋シニア3冠があるので、結構強いんじゃないかっていうふうに言ってました。オペラ王自体のね、対人戦での評価っていうのもまたね、別であるんですけども、ステータスは今度ね、イベントがあることによってかなり強いと思ってます。で、あとはサポートカード、福来たるですね。これも今回注目が集まるところなんですけども、福来たるには練習時の消費体力ダウンがあります。で、これは一応貫突であれば10下がるというものなんで、そこでの体力消費ダウンもやっぱりステータス練習踏んでいくところでも活かせるところです。で、ちなみに友人カードだとまあ30とかになってくるんですが、友人カードと福来たるの練習っていうのは重なるので、そのね、両方の恩恵を得ることができるんで、まあ、練習レベルが高くなるとね、そういうところの効果も上がってくるのかなと思います。で、あとね、今回のまあ小さいコツなんですけども、細かいコツとしては、福来たるのイベント完走しなくても UG を完成されておりました。なんでここはちょっとまあ結構福来たるの評価にも影響することかなと思うんですけども、イベント完走しなくても結構ステータスは漏れるんだなっていうのが、まあ、今回ね実際に実証されたと思います。で、大体福来たるはまあその2回目とかのイベントでもね、まあ今回ね UG までも行っているので、まあ3回目まで全部を絶対に完走させないとダメっていう考えでもないのかなっていうところがね、今回一応考えさせられたところとなっております。まあこんな感じでね、ここら辺がまあ私なりにまとめたコツとなっているということです。はい、ということでね、今回 UG ランクがついに成し遂げられました。マジで2022年開幕1月3日からこんな感じになっていてね、すごいことになっております。馬娘、ちょっと福来たるのまあ評価についてはね、やっぱりね、まあ評価するあのガチャを引くかどうかっていうのはやっぱりね、そういう評価になってくるんですけども、まあちょっとね、強いといえば強いです。まあもちろん私もですね、ガチャの解説動画上げていて、福来たるの、そのね評価として強いっていうことを言ってるんですけど、まあ引くべきかと強いかっていうところはやっぱりね変わってくるので、なかなかね今回 UG っていうね、こういうところを見せられてしまうとまたね変わってくるかもしれないんで、皆さんもちょっとね、今回のガチャ一応ガチャ評価としてはまあ両方とものねサポカガチャが強いので、そこはねちょっと考えるとこかと思います。まあ普通にアドマイアメガも強いんでね、ちょっとガチャまあガチャの強さ的には全然回してもいい、両方のピックアップが強いので、福来たる強い、アドマイアベが強いので、外れガチャではないので、まあ普通に強いガチャではあります。ただし、まあここはね結構何回も言ってるんですが、一応アニバーサリーも2月にありますので、まあ、そこにためにジュエルを取っておくのもありかもしれんし、まあちょっとね、福来たるどうするか皆さんね悩みどころだと思います。それではのちTVでした。いや今回はですね、ちょっとね、すごいものを見させていただきありがとうございました。本当にね、 UG とかいうこの圧倒的な、この光り輝くところを見せていただき、ウマ娘もね盛り上がっていきそうで、私も嬉しいです。ということでのちTVでした。また次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。